ろしくお願いします。今日の資料を見ましたら、まるで学術会議のように、ありがとうございます。つらつら思うんですね。今回、152回になりますが、どうやらこれ私ら日本人のこういう癖というか、岡山県人の癖というか、幕末の時代にあったら必ずその話からだんだんとこう話が広がっていく。うちの会が岡山人物命名伝を語る会というのは、大体そうなるであろうというのを想定してつけたわけなんですが、その命名伝がさらにですね、例えば赤穂浪士の場合においては外伝とかね、それからのなんとか話がいっぱいつながっていくんですね。そういうふうな癖が、岡山県人の特に、幕末シリーズにおいてはあるんじゃなかろうか。今日の今日の例はですね、大和五条大官所を襲撃したところの戦中組の話ですが、これもね、よく好きな方、私も好きな方いらっしゃいまして、だんだんそういう話がね、広がっていってまして、そういう方は分かっておられるんですね。今日はそういうふうなお話、次第に答えていただけるようなものとして、本当に手つけと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあですね、始めていきますけど、今日初めておいでになった方はちょっと、もらいます。沼本さん。ちょっと簡単に自己紹介で。初めて今回に参加いただいた沼本と申します。当初は63でございまして、3年前に退職して、今フリーな状態でいます。きらめきプラザとかでですね、山田先生にはいろいろとご指導いただいていて、その時にこの会を知りました。ぜひ参加したいと思いまして、今日から参加させていただきます。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。引き続きぜひご参加ください。はい、もう年会費払って入りませんので参加していると思います。やる気満々で。他に今日初めての方は現れますか？あれ前に来て何回か来てるんだけどまだ紹介してもらってないっていう方誰でしょう？、はい、じゃ もう早速始めていきたいと思います。今日は満を持してっていうか藤原淳さんですね。幕末の話でございますね。津波先生がアイドルと形になりますので、もう紹介抜きでじゃあお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では藤原と申します。すいません、ちょっと準備が遅くなってしまいまして大変お待たせしてしまいました。ではまず資料の確認をさせていただきたいんですけれども、お手元の方に講座レジュメということで簡単にどんなことを今日お話しさせていただくかということを目的ページで示しているんですけれども、それが1枚ものが一つありまして、それからあとちょっと膨大なところだとすいませんけど別展資料集ということで23ページにわたりまして展示させていただいてます。それからあと引用参考文献ということで3ページ3枚ものの前の1から53までそれだけの文献を参加させていただきましたということで示しております。スライドの何番から出てきた文献を取ってきた場合に向けてちょっとね説明しながら進めてまいりますので、以上3点ですが、どういったのを示しております。それからあと奈良日新聞という新聞が出てるんですけれども、これをまた階段で回していきますので、またちょっと読みながら話を聞いてやってください。では、講座の方に座ってまいりいただきます。今日のタイトルが、天地組挙兵155年を得てということで、お話しさせていただくんですけれども、すみません、ちょっと訂正があるんですが、まずこのタイトルなんですけれども、レジュメの方には反映させてるんですけども、すみません、これ、迎えてですけども、これ、
去年が155年だったということで、155年を経てということで、ちょっと表明してお願いしたいと思います。それからあと、添付資料の方、それぞれ上の上に示してるんですけど、2019年の1月14日とか、1月19日というふうにタイトルの上に資料の方には書いてしまってるんですけど、これ4月14日と4月19日で間違いですので、ちょっと訂正の方お願いします。ということで、今回のテーマが天宙組歩兵155年を迎えてということでお話しさせていただくんですが、本日は、連絡の方に示してますが、はじめに昨年がご承知の通り明治維新150年ということで、それに関するお話をちょっとさせていただきまして、それからの天宙組の変、すなわち五条大観衆の死で何があったかということをお話しさせていただきまして、それから事件の背景、なぜ五条大観衆襲撃に至ったのかということを見ていきまして、それから幻の五条五政府という言葉もちょっと見ていきます。で、テロから戦争、内戦へと発展する過程を見ていきます。で、円柱組の壊滅、藤本哲石、原田亀太郎の最後ということで見ていきたいと思います。円柱組の変そのものの話と藤本哲石、原田亀太郎のお話をさせていただくということで、ちょっと自分でも欲張った内容になってしまったかなと思うんですが、最後にちょっとまとめ質疑などをさせていただければと思います。では最初のテーマである明治維新150年とその5年前に起きた三大事業というものを見てまいります。昨年は、平成30年だったんですけれども、明治維新150年ということで各地で大々的にイベントが開催されています。例えば別展資料の、これが4ページから5ページ目にかけて載せているんですけども、さじ掛けという期間に五条市立民族資料館を管理している団体で、建築のことを語り継いでいこうという団体ですけれども、NPO 法人維新の差し上げ天宙組、私の会で参加させていただいているんですけれども、その期間資料ちょっと明治維新100年中4ページから出ているということなんですが、明治維新150年記念事業五条盛大開催ということで、9月15日、16日の2日間にわたり、明治維新発祥の地、五条市において、明治維新150年記念事業、臨五条を開催したということを載せています。機関紙だけじゃなくて、一般のメディアでしょうか、奈良日日新聞の方にも、一面を飾った、4面にのアップで載ってますので、ちょっと回っていきます。すみません、ちょっとこれを回っていきます。4面回ってください。4ページから5ページ目に示してますように、明治維新発祥の地といわれる建築の変の落ちた奈良県五条市でも、祝賀ムードの感じで大々的に記念行事が行われたと言えると思います。ただし、主に東北地方では明治150年という表現を避け、戊辰戦争150年と位置づけた行事が行われています。明治維新という出来事についてさまざまな議論が交わされたと言えると思います。そのような中、明治元年1868年から遡る5年前、尊王攘夷派志士たちの武装法師であった文久の三大一挙から学ぶものは何であろうか
今回は現地の編を中心に見ていきたいと思います。でこの文中の三大起挙と呼ばれる出来事ですけれども、まず文中3年8月現地組の編今日勉強する現地組の編大和起挙となりますけれども、それが起きます。文中3年1163年10月幾野の編幾野の起挙と呼ばれる出来事が起きます。それから元治元年3月天狗騒乱が起きます。で今回は現地組の編大和起挙を中心に見ていきますが、事件の経過を追いつつ現地組の主要メンバーのうち地元岡山出身の2人藤本哲哲と原田亀太郎の生涯を追い時代との関わりや後世に与えた影響などを見ていきたい と考えています。この、三大起挙と呼ばれる武装法師ですが、これらの武装法師は尊王攘夷という観念を日本で高めていくと、全国的に高めていこうという主張をしている点では同じなんですけれども、天地組の変および幾野の変の目的が倒幕という目的が、この江戸時代を通じて初めて江戸幕府を倒すぞということが現れたのに対して、天狗の乱の目的はあくまでも攘夷が目的であって決して倒幕が目的ではないという相違点があります。ただし後でちょっと触れますけど、天中組は倒幕目的ではないという指摘もあります。なお天中組の変天狗党の乱それぞれの直接のつながりはないんですが、天中組の変の生き残った者が天狗党の乱に参加した例は一例あるようです。ちょっと資料をいろいろ読んでいてそれを発見したんですけど、ちょっとどこに行ったか分からなくなってしまったんで、ちょっと名前までしか覚えてないんですが、ではこの天中組の編まず文久3年8月17日、五条代官所で非常に重要なことが起きます。天中組の編とはすなわち文久3年1863年8月17日夕刻、大和の国五条村の五条代官所にいきなり浪士の集団が押し入り、大官鈴木源内および5名の代官所関係者を殺害した事件を言います。この殺害を行った集団の中に備前の国岡山藩出身の藤本哲哲、備中松山藩出身の原田亀太郎がいました。また備中の国倉敷村出身の医師内田晃平もこの一味に加わっていたとされています。つまり事件の関係者に岡山県出身者が3人いたことになります。でこのどういう方が殺害されたかということをちょっと被害者のことを聞いてみたいと思います。殺されたのは五条代官所の代官鈴木源内、元締め長谷川大輔、手代黒沢次助、伊藤慶吾、安間の八地の5名です。また取り次ぎ役木村雄次郎は負傷しながらその場を逃れたが殺害されたということです。手代高橋雄三は大肥川まで逃れたが戻ってこられず餓死したという伝わっています。アンマの八地は口がつけず役人と間違えられて殺害されたと言われています。なお代官の家族らはこの一味に捕らえられてしまいます。一団は殺害後に書類などを持ち出し代官所を投下しています。ではこの加害者、この犯行グループ殺害動機を以下のように高津田で示しています。別件資料の14ページご覧ください。15ページに右側高津田となっているところですけども、
五条大官、鈴木玄米、元締め、長谷川大輔、農民、黒沢実助、取り次ぎ、木村雄二郎、爪川翔二郎、まあ、資料によって一人ちょっと名前が違ってるんですけども、殺害の動機ですけれども、この者ども、元来愚直の幕府の利を受け、もっぱら有志の者を押し付け、朝廷幕府を同様に心得、わずか300年代の恩義を唱え、改略の対応も横着し、しかもこれがために皇国を恥ずかしめ、伊手の女となり騒動ことも待ちまえず、かつ終焉の筋も少なからず、罪が重大なり、よって禁欲を加えるものなり、ということです。殺害動機ですけれども、これはまあ、幕府に従って朝廷を軽んじているという、だからけしからんから殺したということでしょうか。まあ、幕府の役人だったから殺したということでしょうと言えるんじゃないかと思うんですが、あんまの滝地を除く被害者5名の首は、上智、高札とともに、五条村の隣にある末村の塩地場に刺されました。で、こちらが、ちょっと暗いですね。あの、ここに水鉢が置いてあるんですけど、まあ、五条市の桜井寺で私が実際に行って取ってきたものなんですが、この水鉢の上に板を置いて、大官以下5名の首を、また洗ったと座っている水鉢なんですけども、それが今でも桜井の境内に残っています。で、五条大官所跡ということで、まあ、今五条大官所の市役が今の市役所になっているんですけれど、まあ、見にくいかもしれませんけど、一応大官所跡の日が立っているんですが、この殺された大官鈴木玄内って誰っていうんですけども、前の年文久2年に五条に着任したばかりだということです。それから十津川号が近畿主演上京する際にはこれに協力し、つまり十津川号の人たちが京都御所の主演に行きたいんだと訴えたとき、まあ、それに対して、まあ、責任を俺が持つということで、いろいろ便宜を図ったということです。つまり、まあ、官勤労に理解を示す人だったということです。また、幕府は天領の大官の諸藩の規範となるような人材を選んで赴任させており、時代劇に現れるような極悪非道な大官など存在しなかったということで、まあ、有名なのが岡山でも芋大官という方がございますし、それ癖の方に早川大官という大官が有名、芸人として有名だったと聞いてますが、そういったまあ、お主の悪いおのみたいな人はあんまりいなかったということです。で、この現にこの鈴木玄内さんも領民からかなり慕われていたということで、まあ、要はやられる側は全く気がなかった、全く落ちではなかったと言えると思います。で、今度は加害者の証言ですが、このメンバーの一人であるパンダ・ボンキチという人の証言ですけれども、大官鈴木玄内は幕府の役人にしてこれまで、官にしてこれまで、有志の妨げと相なり騒動者なりや、暇つぎのため、倒壊すべしと述べています。まあ、要するに、自分たちがことを起こすのに邪魔になるから、殺さなければならないんだと、かなり計画的にことに至ったんじゃないかと思うんですが、犯行グループは、大官所と言った後、鈴木玄内に、自分たちは皇軍御戦法としてやってきた、この地を朝廷領として差し押さえることになったから、直ちに大官所を明け渡すようにと要求しています。鈴木が、まあ、やっぱり
いきなり変なのがやってきて、そんなことを言い出しのわけがわからないので、当然拒否します。すると、オムは言わさず、殺害したと言われています。で、このグループの襲撃までの足取りを見ています。この事件を起こしたのは、九条奥家さんですけど、中山忠光19歳をリーダーとする尊王攘夷を主張している同志の一団でした。事件から遡る3日前、文久3年8月以降、京都にて中山忠光は尊王攘夷の同志たちに、有志の者は奉公寺に集まりなさいと会談を回しています。同日夜、中山忠光をもとに集まった同志たちは、土佐藩出身の吉村と後を置いた38名でした。彼らは事前に連絡を取り合っていたようです。これに協力者が現れます。中山忠光の一行は京都を出発し、大須賀を得て海路、堺に上陸し、沢木の大将や三森、吉之助宅に向かいました。チェックします。三森義之助は一行で迎え、強盗、指定ら十数人を率いて船に合流します。倉敷出身の医師、内田光平はこの時合流したとみられています。で、ここで、藤本哲樹が登場します。総勢五十数人となった医師には、河内の関心寺を参拝。ここで、五村亀行や、楠木正成の水管を出て決意を新たにします。ここに今回のテーマの主人公の一人である藤本哲樹が元力士の福浦元吉を従えてこの一味に合流します。で、ここでなんでこの時点で合流したのかということをちょっと後で検討したいと思います。原田亀太郎も登場します。8月16日早朝、千早峠を越え、大和に入った一行は、五条代官所の近く、岡八幡所で休憩し、襲撃の用意を整えます。この時、本テーマのもう一人の主人公、原田亀太郎は、その時合流したと思われます。で、ここでもやっぱり、なんで原田亀太郎はこの時に大和にいたのか、またそこで合流したのかということも、最後の方で検討したいと思います。また、砲術家、有名な韮山代官の江川太郎左衛門のもとで、砲術を学んだ林兵吉郎らも合流し、60名ほどになった皇軍五千砲弾は、両波に切り解く五条代官所を襲撃します。襲撃が成功した要因ですけれども、そもそも、現地五条では、こんな襲撃が来るとは誰も予想していなかったと思われます。代官所の守りは実際、手薄でした。また、協力者の存在が指摘されます。一味に加わった三森率いる河内勢のほか、神戸藩長野爪大官吉川次太夫が軍資金を提供し、河内の狭山藩、有名な戦国時代の戦国大名の北条早雲の北条家の一族の末裔ですけれども、その北条家が治める狭山藩、岸和田藩などが武器弾薬を提供するなど、協力的姿勢を示します。その一方で狭山藩は彼らを不審に思い通報したりしています。で、この一味がなんでこんなことをしたのかという背景を見ています。このグループの背後にあったのは、当時盛んに唱えられていた尊王攘夷の思想で固まった集団であったことが言えると思います。そして、倒幕の意思を持って行動を呼んだと言われています。ただし、中村武雄さんという天理大学の先生が指摘するんですけども、
倒幕が目的ではないんじゃないかという指摘もありますが、まあ、内容をもって倒幕を意味するかはちょっと議論があることだと思うんですが、とりあえず今回は通説に従って話を進めてまいります。では尊王攘夷が唱えられてからこのグループの大干渉収益に至る経緯を検討していきます。尊王攘夷運動が高まっていきます。水戸藩の、尊王攘夷の思想家である藍沢正久斎、藤田東湖とまたいわゆる総毛の志士といわれる牧泉や平野文臣の違いを考えたいと思います。徳川斉昭、藤田東湖、藍沢正久斎や高知女学派、水戸学、いわゆる大日本史を編纂した水戸顧問こと徳川光圀公が中心となったのが前期水戸学派、対して徳川斉昭、藤田東湖、藍沢正久斎らの学頭が高知水戸学派に分類されるそうですけれども、彼らが尊王攘夷を唱えたんですが、あくまでも尊王軽幕、まあ、すなわち天皇様も敬うけれども幕府も盛り立てていこうという立場だったということです。藍沢正久斎に至っては主権を重んじて渡り、桜田門外の変や坂下門外の変を非難しています。なお反省の逮捕での逮捕者のうち、ま、吉田松陰のみが倒幕思想を確立していたと言われています。藍沢正久斎を唱えた尊王攘夷はやがて攘夷論はやがて尊王論と結びつきます。背景に、ペリー来航以来、海軍防衛によって起こった物価と高騰、それから孝明天皇が移民が入国することに反対の意思を示されたということが大きいと思います。幕府は公務一夜をもって人心を安定し、来たる後に国防を整えて条約破棄または武力攘夷を行うとして将軍家茂と孝明天皇の妹君である田子宮様との婚姻を図っています。まあ、これは有名な話ですけれども、一方尊王攘夷派のうちでは庄内藩の郷士塩川八郎、この人は武士の摂政から10代の時に教えを受け影響を受けたと言われています。それから牧泉、平野君を生きた人々が各々の倒幕思想を形成していきます。ここで牧泉について見ています。藍沢に帰属していた久留米藩の神官牧泉守は、ペリー来航以前の弘化3年1844年に大名中安津戸小玉大名たる者は幕臣にあらずして長臣であり朝廷に従うのが当然の義務といった主張を久留米藩主に調査しています。藍沢と面会し交流した経験を得た牧泉は反徳川意識を高め天皇親政的な立場を鮮明にしていきます。牧泉の主張は、奈良時代以前の国家体制、すなわち蘇葉町の復活だとか高知公明祭に戻しなさいといったことを主張しています。そういったものを理想としていたようです。平野国王については見ていきます。文政11年1828年福岡藩武術師藩平野家に生まれました。各地で国学、兵学など様々な学問を学んでいます。ペリー来航以前からイギリスの清国侵略に憤る態度を見せていましたが、安政2年1855年赴任した長崎でオランダ人教師らの非礼さ、日本人の卑屈さにいよいよ憤り嘆きが極まったと伝えます。安政4年1857年秋月藩の火付け方坂田九郎右衛門の塾に入門し、
そこで倒幕論を確立させていきます。安政5年には京都で梅田運賓らに倒幕論を披露しています。安政の大獄に際し玉島湊での潜伏生活を余儀なくされたんですが、そこで良寛からの思想的影響を受け、語らなければ売れうる生き方を決定受けたと言われています。万年元年1160年には松井泉と面会し倒幕論を披露しています。ただこの両者、内容、意味内容、手段などが異なっています。牧泉は安政5年に記した大仏の中で江戸城を攻略し、親王を安藤大将軍とするといった武力倒幕的な性質の高い倒幕論を展開しています。牧は後に文字検索へとこの考えを発展させていきます。対して平野国臣の倒幕論は、薩摩を中心とした雄藩が連合し、大として江戸に迫れば戦わずして幕府を解体できるというものであったということです。牧が武力倒幕ですけれども、平野国臣の倒幕論は、どちらかといえばちょっとリベラルな感じがするかなと、現代に至ればそういう感じがするかなという思ってしまうんですけれども、両者はそれぞれの立場で尊王攘夷、倒幕への道を進むことになります。一方、土佐では文久元年1861年武市半平太率いる土佐勤王党が結成され、土佐藩内を尊王攘夷派でまとめる活動が開始されます。一方、全国の志士たちの間では吉田松陰が唱えた総合屈起論が徐々に広まりつつあり、藩の枠組みを超えた尊王攘夷派交流が盛んになっていきます。勤王党員である吉村虎太郎は武市の一般勤王主義、すなわち、土佐藩なら土佐藩が尊王攘夷でまとまって全国を動かしていくんだと、全国各地の藩が尊王攘夷でまとまっていくんだという、各々がまとまっていくんだということを基本姿勢としていたのに対して疑問を抱きます。文久2年1862年3月6日同志2名とともに土佐を脱藩します。それが龍馬らに続く脱藩者の第一号になります。吉村虎太郎について見ていきます。文久8年1837年生まれ、これくしくも最後の方に触れますけど、原田亀太郎と同い年なんですということで、この時まだ天竺の乱が起きた時まだ26歳、非常に若いリーダーの方ですけれども、この人は庄屋の家の出身です。土佐の国高岡郡梼原村、現在の高知県高岡郡津野町梼原町の庄屋に生まれています。12歳で父の家を後を継ぎ、各地の庄屋を歴任します。安政4年1857年下役人に呼び捨てにされたことに怒り、呼び切り事件と言われる抗議活動を起こしています。まだ秀妻に学問を武市半平太に剣術を習い、尊王精神を含めたと言われています。でこうした折、島津久光の卒兵状況という事件が起きます。文久2年1862年、薩摩の国府島津久光は兵1000を率いて4月12日に京都に着きます。島津久光は朝廷に意見書を提出し、さらに江戸へ行き、勅使を報じて幕府に改革を迫ります。この卒兵状況の軍事力に期待し、京都で志士たちが挙兵しようと企んでいましたが、公務合体派の久光は孝明天皇に鎮圧を指示されたこともあり、4月23日、薩摩藩過激派を含む同志たちの集まる伏見の寺田屋に使者を送り、
説得を試みます。同志たちは説得に応じず、新圧側との間で乱闘となり、薩摩の有馬新式ら9名が死亡し、挙兵は中止になります。この計画に呼応しようとしていた吉村忠太郎たちは京都の薩摩藩邸に収監されてしまい、さらに土佐藩に引き渡されてしまいました。土佐藩から脱藩の罪により入牢を言い渡され、釈放されるまで9ヶ月間入牢せ獄中生活をすることになります。なおこの寺田事件ですけれども、藤本鉄石、マッキーズにも変わっています。藤本鉄石は早々と脱退するんですけども、マッキー泉は捕らえられて久留米の方で収監生活を送ります。吉村忠太郎が去った後、竹木瑞さんは土佐開国佐賀派の重鎮吉田東洋元吉を那須新村に命じて暗殺します。その後藩主山内豊則を封じて兵600を率いて入京。さらに直使三条実朝臣、姉小路金里らを封じて江戸へ行き、幕府に上位期限を迫った。武市は京都を拠点に終戦活動に応答する傍ら、安政の逮捕に関与した幕府側の要人への報復、いわゆる天中に関与します。文久3年になると、土佐藩では東部合体派の前藩主山内陽道が全権を掌握し、土佐勤王党への弾圧を始めます。逆に長州藩では文久3年正月、反応のそれまで掲げていた遠路航海策というもの、開国政策ですけれども、それを改め尊王攘夷に反応が統一されていきます。一方幕府側は京都の治安回復のため新たに京都守護職を設置します。しかし文久3年2月には足利将軍木造強襲事件が発生してしまいます。ちなみに有名な薩英戦争が起きたのは文久3年の7月のことです。文久2年12月25日に釈放されていた吉村忠太郎は、文久3年2月財産を処分して資金を工面し、藩長に暇を願い出て留学の身となりました。これが故郷との永遠の別れになります。文久3年2月将軍家茂が上洛すると、直後に足利将軍強襲事件が発生します。吉村忠太郎は同志と連名で逮捕された容疑者への対処を請う嘆願書を学習院へ提出します。この時初めて吉村は中山忠光と出会います。中山忠光って誰というんですけれども、弘化2年1844年生まれ、九条中山忠康の五男として生まれました。姉の慶子が明治天皇の母、すなわちこの方は明治天皇のおじさんということになります。小梅天皇の侍従を務めました。過激な尊王攘夷派であり、吉村をはじめ尊王攘夷派の志士たちと交流し、身分を名前を変名を使って家を取り出して、文久3年5月下関での長州藩工業地頭による外国船砲撃に参加します。つまり長州藩が脅威を決行するわけですけれども、文久3年4月11日孝明天皇は岩清水八幡宮を強行され、攘夷を祈願されます。この行幸に将軍家茂が参加しなかったこともあり、幕府は攘夷決行日の決定を迫られ、5月10日攘夷決行と決めさせられます。5月10日長州藩は攘夷決行として下関海峡を通過する外国船に攻撃を始めます。これが有名な下関戦争、馬関戦争の始まりです。当初この戦いに加わっていた中山忠光は、
京都の情勢が気になって京都に戻るんですけども、その前に久留米藩に行き帰化談判して収監されていた牧泉の救出に貢献します。牧泉はご新兵として、弟子たちを率いて上京します。挙兵の意思を固めつつあった吉村忠太郎は同志らとともに長州へ行き、藩主毛利義親に謁見し、挙兵にあたって藩主上洛を懇願します。この長州行きには高崎晋作との内談があったと考えられています。吉村と高崎との間で草莽議論が共有されていたと考えられています。で、上京した釈放されて上京した牧泉は誤字検索を発表します。内容は上位の権取ること、新政武将を正すこと、在京の兵を数え礼を下すこと、天下の耳目を改む、つまり、天皇自らが上軍を率いて上位新政を行う、で、もう人事を一新して天皇に人事を集中させるということを考えていたようです。土地人民の権を治めること、土地人民、幕府や諸大名が支配している人民を土地と人民の元の天皇のもとに返しましょうということです。それから何々に筆を移すこと、これは大阪に遷都しようという提案です。ここに牧泉の上位申請や大政復興を視野に入れた考えが盛り込まれていると思うんですが、これが桂小五郎をはじめとする幕末の志士たちにこの理念が共有されていきます。牧泉の画策により大和行幸の御事の理が発表されます。大和行幸の御事の理は文久3年1863年8月13日に布告されます。行幸先は神武天皇陵、そして春日大社で、そこで諸藩に呼びかけて御神聖の軍事を行い伊勢神宮へ戻れるというものです。尊王攘夷派は御神兵を組織して伊勢から江戸へ向かうつもりだったとされています。伊勢神宮は昨日も天皇陛下皇后陛下が参拝されたということで、大変にぎわっておりましたが、公明天皇もそこに行こうと言って軍事を行おうとしていたということです。この御事の条理は幕府の地位の否定を考えて計画されたものだと言えます。で、これに伴い吉村忠太郎、忠太郎は中山忠光や河内高田村の大将屋である二森義之助らと挙兵に向けた打ち合わせを重ね、武器、弾薬などを密かに調達し始めます。また中山忠光は上層部を朝廷に提出します。ここで別邸資料の16ページ目をめくっていただきたいんですけれども、中山忠光上層部上層部に載せておりますけれども、これはちょっと読んでいます。新忠光通信で総運し立て祭り総領新先に武将の身をもって未来に長運を恥ずかし立て祭り新石左右に実品しつか祭りことさらをこむり総領団今さら敗者立て祭り総領も恐れ入りし総領次第と存じ立て祭り総領、勝手に家を飛び出してその下関で攻撃に加わってちょっと迷惑してすいませんというようなことを言ってるんだと思うんですけれども、ここからした光に前年代廃材僧侶漢族ども弱位を振るい恐れ多くも長家を軽蔑つかまつり僧侶の様子見受け僧侶より新武将奮撃に絶えず一旦
あと宗谷に隠し実習を持って国家万一の御恩御法を捕まつるべき心得に御雑草の御所それ天と聞いたらず逆賊中を免れおのおの帰国いたし断騒動断いかん申すばかりなく騒動今日に至りては大将をはじめ一橋義信松平春学などいずれも異直の逆と速やかに正道の死を起こし遊ばされて叱るべき義に騒らえるの大軍朝廷には兵馬のご体験荒らせられる騒動ゆえ栄誉のほどご貫徹遊ばされかね騒動ごとと存じ立てまつり真実に気球に耐えずこの上は丁内に頭に座に当番の中に火を送り騒動より再び総合に潜伏つかまつり速やかに天下の義士を召集し目に当たり総楼関東傍らより通陸しつかまつりその人民をして幕政の関空を脱し天朝の御宅に地層つかまつり総楼つかまつり数千の人民の募り総楼手御神聖お迎えに三条つかまつり総楼は時間内でちょっとここから先飛ばしますけども、まあ、つまりまあ自分は家を飛び出して下関で砲撃に参加してちょっと迷惑をかけてすいませんがちょっと幕府の連中特に一橋義信や松平春信非常にもう天朝だ、朝廷をないがしろにしてるんだとこいつらは許せないと、ただ兵を挙げたいけれども朝廷には手勢がないとそこでもう今回上報されるにあたって先回りして現地へ行って君を募って時間を迎え立てまつるという内容の文書を送って、速やかに情報を開催してくださいという内容だと思うんですけれども8月4日午後2時土佐脱藩同士を中心とする総勢40名からなる皇軍御戦法が高校に集結し伏見から武具を積んで挑戦し大阪へ向かいますこちらの集まった面々ですけれども資料の11ページ目に見ていただきたいんですが、京都を出発したとき、約40名の隊士たちが京都を出るんですけれども、11ページ目に私がその面々をまとめたんですが、ここで私がちょっと解説を加えているんですけれども、名簿の下にある隊士の出身地別分類ということで、一番多いのが土佐藩の出身者19名ということで土佐勤王党にいたんだけど、なかなか土佐藩がうまいこといかなくて脱藩してこれに加わったと言えると思うんですがその次に久留米藩出身者が8名ということで、藩田門吉以下8名の人は皆町泉の弟子ということであるいはその指導を受けたことがある人ということで、やっぱり町泉の考え方がこの動きに反映されていると思います次に刈谷藩出身者が3名、ここでちょっと訂正をお願いしたいんですけれども刈谷藩出身者のうち松本慶道という人がいるんですけれどもその方ちょっとミスで44歳になってるんですけども実際は34歳というのが正しいのでちょっと訂正をお願いしますしたがって年齢構成40代1人がいるようになってるんですけれども一番最年長は那須慎吾が35歳その次に松本慶道が34歳ということで
ちょっと40代はいないということで、ちょっと訂正をお願いします。いずれにせよ、40人中30人が20代ということで、非常に若い人たちだと言えます。それから、ページの11ページ目の一番最後の下ですけれども、大使の職業別構成というものもちょっと表にしてみたんですが、武士はやっぱりどうしても多いんですけれども、31人ということで多いんですが、このほか医者が5名、茶坊主が1人、農場が1人、で、九条中山さんの率が1人ということで、武士は確かに多いんですけれども、この医者の方とか、農場、庄屋の方ですが、そういった当時の知識人が、武士でも比較的知識のある人が、この動きに加わっているということが特徴だと思います。で、こういったこの、名簿に載せてある面々が、伏見から武具を積んで乗船し、大阪へ向かいます。目的地は最初に紹介しました五条大観所です。で、なんで五条に行ったのかということを検討したいんですが、行幸の目的地である大和の国は、そのほとんどが幕領で、北大和は奈良奉行所の支配下にあり、南大和は五条大観が支配しています。あとは郡山藩15万石を除けば、1万石から2万石程度の小藩ばかりであったということです。北大和の幕府領は行幸のコースにあたり、北大和の各藩はこれに従うだろうと考えられています。で、吉村たち皇軍御前砲団は、残る南大和の幕府領を平定して、そこで義兵を集めて、行幸を迎える算段であったと考えられています。それから次のことも大きいと思います。このほか、五条が尊王攘夷派で重きを成した儒学者、森田節斎の出身地であったことも大きいと思われます。大和の国は、国学者で歌人である友林光平の活動の影響を受けた者も多くいました。この人たちも県中に加わります。南に尊王精神の盛んな十津川郷、南西にも尊王精神の盛んな高野山を控えていたということも関係しているものと思われます。で、ここで藤本哲跡を見ていきたいんですが、皇軍御前砲団が五条大観所を襲撃する前日に藤本哲跡は河内で関心寺に合流しています。今回の吉村忠太郎や中山忠光らによる挙兵計画を事前に知らされてなかった可能性が指摘されています。で、後から参加したのに、なんで、後で出てくる五条五世紀の総裁になっているのは何でかということなんですけれども、そこでここから藤本哲跡の生涯を追いながら、なんで遅れて参加したかでも、総裁に収まったかということを検討してみたいと思います。改めて藤本哲跡って誰というのをちょっと人物像を見ていきたいんですが、こちらの写真はこの前小浜さんと一緒に今の東河原の藤本哲跡生誕地に日が立ってるんですけど、それを見学して撮影させてもらったんですが、その日なんですけども、大正3年に地元有志によって建てられたと言われています。哲跡の生い立ちを見ています。藤本哲跡こと藤本角助は、文化13年、1816年、備前の国、美濃郡東河原村、現在の岡山市中区東河原生まれで、父は岡山藩の軽率、要は足軽の身分ですけれども、この片山佐吉の家に生まれます。やがて14歳で藤本家に養子に入り、対馬の倉庫番や農事係、これよく哲跡を紹介する文献や岡山県歴史人物辞典なんかには用水番を務めていたと紹介されているんですけれども、岡山県教育委員会の横山貞信さんの指摘によりますと、それは誤りで
正しくは小町の冷泉の、水の番をしていたんじゃないかと、清水の番をしていたんじゃないかということが指摘されています。で、10代で、川上忠明に指示します。これがあの黒住町に入信した経緯というか、一家で養家の藤本家、それから実家の片山さっちの家も黒住町だったということで、一家全体で黒住町に別荘に入信していたということが言えると思います。で、岡山藩で絵画や歌人、俳句などのサークルである羅漢会で運転して活躍します。天保11年、1840年、水番の勤務中に突然脱藩します。なぜ脱藩したか。この頃、大塩平八郎の乱や生田の洋津の乱、それから高野長英や渡辺崋山が逮捕された蛮社の軍といった出来事があるんですが、こういった事件に触発されたのかという指摘もあるんですが、また黒住町の影響があって、こういった非常に不安になってくる世情の中、自分が何か世の中に役立ちたいと、世直しの役に立ちたかったから国に出なかったというふうに指摘もがあるんですけれども、その脱藩した後の徹底的な行動を見ると、やっぱり絵がうまくなりたかった、書画の道を極めたかったというのは確かにあると思うんですが、私の方ではいずれにせよ、藩の外へ出て留学、この時期、武士や上層庶民の間で、留学、すなわち全国各地の学者の方塾に入って、いろんなことを学んでいくということが流行っておりましたので、特に江戸や大阪に出たかったんじゃないか、なかなか岡山にいただけでは学べないことを自分で見て見聞を広めたかったんじゃないかということが結石は思ったんじゃないかというふうに私は推測しています。いずれにせよ、軽率、アシカル程度の身分ではその脱藩は対して岡山藩では問題にされなかったようです。一旦大阪のお兄さんのところに行って、その後京都に移り、全国を旅して回ります。ただし東北北部や北海道、宮崎、鹿児島、沖縄には行ってないようですけども、それ以外は全国を旅して回っています。もちろん身分がだけにお金は決して裕福ではないんですが、別件資料の8から9ページをちょっと読みながら考えていきたいんですけれども、これは私が在学しています放送薬の東大から取ってきた抜粋したものなんですけども、地形地ネットワークの形成、身分と地域を決めるという公約ということで、ちょっと文章長いので、ちょっといろいろ本を触りたいので、ちょっと読んでいきますが、近世高知の日本では、日本を単位とするナショナリズムの基礎条件も生まれつつあった。その核となったのは、手紙を交わし、書物や情報を交換する私的なネットワークである。これは庶民の場合は、少量も基礎に形成された。各地の上層庶民は、遠近の商取引の相手と、趣味や学問の上でも交際し、しばしば婚姻関係を結んだ。彼らは地元に私的なサークルを作り、そこに全国を回遊する知識人を招いて、紹介などを催した。中には塾を建て、各地から学生を集めたものもある。元折宣長が伊勢松坂に立った筋はその代表であるということで、ちょっとその後と長いんで承知しますけれども、つまり学問が
盛んになって、豪商、学問や趣味を介した豪商や豪のネットワークが出来上がっていて、鉄石もそれに乗っかって、家々を訪ねては、監視や手話を披露していたという、それを、宿代代わりにして、全国を旅していったということが考えられます。さまざまな人と出会い、人脈を作りました。それが後の尊王攘夷活動に生きていったようです。どんな人と会ったかといいますと、資料の方に載せていますけれども、広瀬丹蔵、九州左管理園を開いた方ですけれども、大村益次郎の師匠にも当たる方ですが、この広瀬丹蔵や大垣藩の家老である小原鉄心といった大変有名著名な方、学識の高い方と知り合っています。脱藩した鉄石がこういう、しかも足利身分の鉄石がこういった方と出会って意見を交わしているというのは、一つは鉄石の才能でもあり、またこういったネットワークを生かして、時代のこの日は特性を生かしてこういったことができたんじゃないかと思っています。ということで、この8ページから9ページでちょっとこの人でまたちょっと読んでやって、変えていく読んでもらえたと思います。鉄石、この自画像は自分で鏡を見て写したそうですけれども、背が高くてがっちりした体型だったと言われていますが、伏見武将内藤正津の塾で講師を務める方は、長沼流文学、一心一等心流などの勉強を受けています。すなわち、芸術や学問だけではなく、武術も身につけていたという、文武両道の人だったと言えると思います。勤王の志士たちと交流し、文久2年には土佐勤王党の平井修二郎、長州の福藩角信、そして原田亀太郎などと会っています。原田亀太郎などと共に松平克典の募集に応じたりしています。京都司法職である松平克典、幕府の機関として幕末の志士たちを取り締まったイメージがあるんですけれども、松平克典自身は尊王攘夷の考えがあったということもあり、なかなか天誅と称して暴れ回っている志士たちを、なかなか取り締まることができない。だから自分で何とかそういった人たちを集めて利用できないかというふうに考えて、意見があるものは申し出なさいということを共同している触れを出したら、藤本哲樹や原田亀太郎が集まってきたということがあったということです。で、今度、鉄石の宗教観を見ていきます。鉄石の著書に日韓新天工部がありますが、黒住教というよりは、平田新党の影響が色濃いと言われています。天保年間に黒住教を岡山に来て指導した大國隆正の影響があったと言われています。姉の被告、広告ですかね、は東土妖怪の国々の青じみることであるといった主張をしています。また仏教に含む内容の漢詩も読んでいるということで、当然キリスト教はもちろん儒教を排斥し、教派信仰も批判したようです。幕末の志士の人は外国を侵略して民族差別をする人たちだという指摘をしている人たちがいますが、有名なのが吉田松陰が朝鮮を攻めるとかオーストラリアを攻めるとかいうことを主張しているんですけども、こういった侵略思想、差別思想をと受け止める人が受け止めるようなと、要素の一つにこういった広告は
東部両岸の国々の青いメンツだと哲也が言っているようなまあ、日本が中心なんだという世界の中心なんだ的なことを言っていると受け止めかねないようなことを言っていることから、まあ、ちょっとそういうことが言われるのかなという感じがします。ちょっと、まあ、長くなるのでちょっとこの辺にしておきます。で、岡山藩に鉄石が復帰します。水戸藩から新藩主池田持政を迎えた岡山藩は文久3年の6月頃には尊王攘夷に火事を起こることになります。これは鉄石が関西を望んでいたことであったということです。鉄石は岡山藩より親方入りと任じられ岡山藩と公的なつながりを持ち藩主との越権も可能になりました。まあ、脱藩する前は足軽軽率の任務でしたので藩主に会って意見をすることはとても考えられないような立場だったんですけれども、まあ、その後の経験活躍が実って藩主に会って意見をできる、また岡山藩の外交を務めることもできるという立場になったということが言えると思います。鉄石自身も大層喜んで、まあ、大変大変嬉しいということを家族に手紙で送ったりしているそうです。この世の中、大和上皇の御通りが下っています。これは鉄石にとって想定外だったのかもしれません。ここで軍令書ということを見てみたいんですが、資料の1ページ目ですけれども、1ページ目から2ページ目にかけてこの皇軍御戦法、すなわち後で天地組と呼ばれるこの普遍した集団の、まあ、軍令書というのが大使館に告げられるんですけれども、これはこの集団で王朝を成した三河出身の松本慶道が寄贈したと言われているんですけれども、まあ、全部読んだら長いですけど、1項目と最後だけ読んでいます。1項目が、1ページ目の一番右ですけれども、この著、元来武家の暴政、武家の衝結によって庶民の銀、南部、限りなく騒動を深く心筋を悩まされ騒動こそ、傍観に耐えず、やむことを得ざることなけなれば、たとえ敵地の俗民といえども、本来お民のことなれば、乱暴狼藉、家内を治める、婦女子を会員にし、みだりに神社、道具など崩壊いたし、私に公人を殺すこと、これあるまじきこと。要するに、まあ、自分たちはもう、天皇様が、こういう内憂外患の状況を非常に心を痛められておられるので、自分たちはやむをなく立ち上がるんだと。で、攻め込んだ先では決して現地の人たちの乱暴の敵をしてはいけない、略奪をしてはいけない、神社や仏閣を動かしてはいけないということを最初に歌っているんですが、2ページ目に入りまして、一番左の項目なんですけども、一心公平無視、土地を得てば天朝に帰し、公あらば神徳に属し、公を私することあるべからず、我らもしこの字に違い相応あば、すなわち天祖大神の命罰を被り、民人親族ともに離れ死ぬ、何時だもしこの字に違いて私するところこれあるにおいては、また京都に教わることなし、新天公母においてたちまち天中神罰を行わ、何時だよろしくこの字を論じ、その罪を犯すことがかれ、ここに皇祖大神宮に近い総軍一つに次ぐという内容ですけれども、まあ、神様に天皇様に、まあ、自分たちの誠を捧げるという内容で、もう決して自分たちの手柄ではないといったこと、また自分たちの誓いに背いたらもう神罰を食らわされるんだという
ことを捉えろということですけれども、ここで新店候補ということがここで出てきますので、まあ、この文礼書から見ても天皇様に土地人民を返すという理念が挙がられておりますので、やっぱり牧井組の理念が反映されているのかなと思うんですけれども、この最後の一項に新店候補という言葉が出ておりますので、鉄石維新は岡山藩をまず尊王攘夷の藩にするとまとめ上げるんだという意見だったと思うんですけれども、理念的なものは何らかのレベルでこういった松本敬三だとこういった新店候補の理念が何らかのレベルで共有されていたのかなと言えるのかなと思います。でちなみに松本敬三、原中目太郎は儒学の出身で、後に天地組には僧侶も加わるんですけども、鉄石はさっき見ましたように非常に他の宗教を憎んでいるような時代節があるんですけども、この天地組の挙兵に関しては来るものが拒まず的な姿勢があったのかなと言えると思います。でここで挙兵した後どうなったか、彼らはどういう行動を行ったかですけども、こちらが桜井市にある天柱組本陣跡ということで日が経っているので、昨年10月に桜井市に持ってきたものですけども、ここで天柱組は政府を立てます。現在写真にありますように桜井市は新しいコンクリート造りの建物に変わっているんですけども、五条を襲撃した後、桜井に日本人を置いた皇軍御戦法団は幕府の支配を受けない天皇直轄地における新しい政府機関五条御政府樹立を宣言します。またこの本人を皇軍総裁所と称していたとも言われています。でこういう新しい政府を作って彼らは何をやったかと言いますと、御政府の発布と政治方針の布告、完全懲悪策における民心安定、周辺旗本業の接収、周辺各藩への教育要請ということで、資料の15ページにご覧いただきたいんですが、これがいわゆる五条政府事実の宣言にあたる文言だと思うんですが、五条五政府布告、この度この表発行の趣旨は近代上位王政いだされ総来路の土地人民を預かり者のもっぱら長者のためにお民を返し僧侶を植え、帰って上位の栄誉を妨げ立て祭り僧侶やから多く、かつ近日御神聖仰せ出されため朝のために僧侶、すでに当期代官鈴木源内は最も甚だしきものゆえ中肉を加え僧侶、以後五条代官所支配所の分は天長御神のごために僧侶を間神明を敬い君主を重んじ僧侶を王国対大量を立ていたすべく僧侶、ここに元に帰り僧侶をご祝儀として本年の五年分これまでの半ば通りご免制され僧侶、公を取り子のこと手軽に出し使わしたく僧侶えども、なお僧上の上沙汰に及ぶべく僧侶ごと右の胸正面に至るまで漏らさずよう申し聞かせ、ありがたく配慮をつけまつり中鎮いたすべく僧侶、今回大和上皇を発せられるにあたり、本来上位に当たるべき徳川幕府が
また特に権利を預かっている国際バッグが贅沢を極めて、民を苦しめている、搾取していると。でしかも上位の天皇様の気持ちを妨げていると。特にこの当時大官鈴木玄米はこういった行いが甚だしいから成敗したといった、つまり、本来落ち度がない鈴木玄米以下一同を、悪者にし、ここでも改めて悪者に仕立て上げているという現実はあると思います。また、それ以降はもうこれまでは五条大官所がすなわち幕府が支配しているところが、もう今日から天皇様の直轄領になったんだと。でそれを記念してご祝儀として今年の年貢はこれまでの半分にしますということを伝えましょうということですが、ここで年貢半減というスローガンが掲げられたことを人によっては革命的スローガンだという人もいます。ここで年貢半減が掲げられたのは歴史上非常に意義深いことなんだという人もいます。大官所から運び出された家財道具や衣類などは村の貧窮人へ下げ渡すよう指示し、表裏を炊き出しを行ったの家には褒美を渡しました。捕獲された役人や夫人らは2時間の交流の上釈放されています。聴取された大官主役人らの首は村役人に下げ渡されます。安間の家敵、役人と間違って誤って殺してしまった安間の家敵については、家敵の妻が桜井寺に訴え出たところ葬儀料を添えて、遺体が下げ渡されたということで、一応町沿いにしてすいませんという姿勢は取っています。でここで天柱の高札ということで、17ページ目、資料の17ページ目をご覧ください。ここで天柱の予告1、天柱の予告2、天柱の予告3とあるんですけれども、ちょっと注目していただきたいのはこの3の、今般仰せられ候の主位天柱で、左ページの左の方、天柱の草部分ですけれども、天柱で加わりたきものは名字対等不面という札になりますが、この辺りで天柱という天柱で加わりたき自分たちの義勇軍の兵士を集めたいという意見を伝えていることと、それから幕府に天柱を加えている、おそらくそういう意味だと思うんですけども、初めてここで公に天柱ということが出ていたことから、この頃から天柱組という呼称を使われ始めたんじゃないかと考えられています。また親孝行者や皇宮教育者を表彰礼金を渡しています。逆に村人の評判が悪い庄屋在地大官の家を打ち壊し、周辺の旗本領を朝廷直轄使としました。高取藩にも協力要請し、長槍や銃などを供出させています。また、ここでちょっと資料の11ページ目の表を見ていただきたいんですけれども、12ページ目にこの五条五政府の人事が発表されています。それは改めて人事が発表されたものをちょっと私が非常にまとめたものなんですけれども、総大将、首相は中山忠光、総裁に吉村忠太郎、藤本哲石、松本慶吾の3名、記録型にこの頃からこの天柱に加わった著名な国学者で歌人である小村氏についてが任命されています。暗殺に阿蘇金の、これ吉田豊を暗殺した実行犯の一人ですけれども、それが
監視に入っています。堀ダム城に、任務井戸篠介ということで、まあ、要点だけ説明すればこんな感じなんですけれども、五町にこの半田亀太郎が入って任命されているということで、ほとんどの大使たちのほとんどは何らかの役職に任命されています。でここで吉村忠敬も知人に宛てた手紙の中で天中の池はますます盛んになっていると言っていたんですけども、ここでこの時に平野国の実が止めに入ります。8月18日夜、三条実朝の命を受けて平野国の実らが挙兵を中止するように説得に到着します。内容は要点はまず上皇を切れつけやすなということ、それから戦いたいのなら外国艦隊の来襲の脅威にさらされている長州へ行って戦えというようなことを平野たちは説得を込めるんですけれども、しかしすでに外艦襲撃と果たした後でありまた挙兵に参戦の意を持っていた平野は、まあ、彼らの熱情に心を打たれたこともあって他の地域で挙兵し天竺の支援をすることを約束します。まあある意味宮戸が宮戸になったような感じになっています。ここでまた気に入られない知らせが淡路の武道の古藤良左衛門がもたらします。古藤が藤本哲哲らを支援していた人物の一人で状況を探るため京都に残っていますいたんですけれども、古藤は京都で政変が起き大和行幸が中心になったと告げました。有名なよく歴史の教科書なんかに出てくる8月18日の政変が起きます。大和行幸に反対していた会津薩摩両藩は中川宮が神戸合体派の苦行と画策し孔明天皇の了解を得た上で御所の注文関係各藩の兵力を持って閉鎖を行います。大和行幸を推進した牧泉の尊王攘夷派志士並びに長州藩兵三条実朝ら尊攘白行らは京都から追放されます。いわゆる七京落ちと呼ばれる事件です。これにより大和行幸は中止となり行幸があることを前提として挙兵した皇軍五千砲団五条五千は宙に浮いた状態となってしまいます。ここで五条大隊の襲撃をテロを行った彼らですけどもだんだん戦争への道に引きずられていきます。皇軍五千砲から協力要請を受けていた狭山藩、下館藩、香取藩などは武器弾薬などの提供を行う一方それぞれ京都へ通告し新体育会を立てていました。8月20日状況を探っていた紀州派に対し公務だった派が実権を握った朝廷から早々勤務するようお達しがありました。郡山藩、津藩、彦根藩など周辺各藩に出兵命令が出されそこに皇軍五千砲が偽官軍すなわち朝敵の扱いを受けることになりました。ここで兵を挙げた天中宮はもう引き下がるか戦うかの選択に迫られます。天中宮は表裏の末徹底抗戦に決します。まだ事態が流動的で再び尊攘派が勢いを盛り返すという見方がその理由であったということですが、まず8月20日羽根小物に有利な剣の川釣りに本陣を移します。途中南朝ゆかりの堀家に立ち寄っています。またこの時期新たに二遊川川上神社下社の神官橋本若狭が御中寺良源が、自分の部下や門弟たち24名を従えて天皇川本陣に駆けつけます。一応彼らの
研究に加えた着物はという募集に応じた人たちはいたということですけれども、また高野山へ教育要請に行きます。それが戸塚まで兵を積むことになります。この戸塚号、今の奈良県の戸塚村というところですけれども、戸塚の号の号旨とは何かということですが、この戸塚号の人々は、神武天皇や大間皇子を助けたという伝説があり、南北朝の時代には後醍醐天皇に味方したと言われています。江戸時代には五条大観の支配地となったが、尊王精神が厚く、梅田運賓や森田摂斎指導のもと農兵訓練に励みました。普段は材木の関係、木こりとか林業とか材木の関係で生計を立てていたようなんですが、この写真、文献が出てきた写真なんですけれども、これはおそらく京都の御所の主演に行った人の撮影だと思うんですけれども、こういう、名字改定は許されていたというちょっ と一般の村よりはちょっと特殊な事情があったのは事実です。金銀主演を願い出て100名余りの同志たちが8月12日に上京しています。それと入れ替わるように天中組、吉村虎太郎がやってきます。吉村虎太郎は、戸塚号へ向かいます。で、戸塚の人たちに対して勅命により朝敵征伐のため15歳から50歳までの男子を召集する、理由なく遅れた者は厳罰に処するといった遅れを、郷士野崎和前、100名余りの方が近隣周辺に出ているので、その留守を預かっていた野崎和前らを通じて全村内にこれを配布した結果、翌24日には1200人程度の郷士たちが天皇川本陣に集結したということです。呼んだら見事に1000人規模の人たちが集まってきたということですけれども、しかしここで粛清が起きます。この天中美幹部や戸塚の幹部を集めた戦略会議の席上で、郷士の一人である玉森亀之進と浪人上田主伝が天中組幹部らを問いただします。我々は勅命ということで従うんですけれども、ただし五条代官所の中殺や焼き討ちといったいささか納得いかないところがございますので、一度京へ事実確認をしてから参加したいと思いますという、全く正論だと思うんですけども、ただこれに対して吉村虎太郎が怒ります。2人は軍の規律を乱す行為を行ったとして斬首されて晒し首にされてしまいますといった、非常に残念な、まさになんか連合赤軍か何かを目指すような粛清が起きてしまうわけですけども、そうこうしながらも1000人規模となった天中組は強行軍で五条へ戻ります。大部隊となった天中組は、ひたりような軍旗をはためかせ高取城攻撃に向かいます。引き将属別天保将乱中山二重まかり等という旗を掲げ、軍旗を掲げて勢ぞろいして高取城攻撃に向かったんですが、大軍戸塚号から不眠不休で参加した者が多数で、一旦休ませてから改めて攻撃するという意見もあったんですけれども、吉村虎太郎は長江に攻撃を主張して強引に攻撃に踏み込んでしまいます。高取藩は天中の来襲に備えて万全の備えをしていました。数は260人ほどなんですけれども、数は天中が勝っているんですけども、もうあらかじめ伏兵を配置して備えていて、かつ大砲を用意して待ち構えていましたので、天中組は城下にもたどり着けず惨敗します。で、吉村虎太郎は諦めずに出しを込めるんですけども、高取藩主との一騎打ちの際、味方の御車によって太ももを撃たれて負傷してしまいます。
まあ、地元の上位、まあ、写真あの吉村すみさんという方がそうですけども、その吉村すみさんから動き処置を受けて、さらに本前の医師石戸清右衛門から治療を受けたということです。ただ本寺に戻ったら本体はすでに撤退していました。で、五条から撤退する際、堀家に立ち寄った吉村忠殿が、南朝三帝の暗宮であった堀家に、これの資料にあの記事を載せてるんですけれども、6ページ目にあの資料を載せてるんですが、挙兵150年、天中に一貫、寄せ書きや手紙、10年前、東南堀家住宅にということで、これちょっと面白い記事なんで、まあ、ご上司でもらった、NPO 法人天中の方からもらってきた記事なんですけれども、ちょっと面白い内容なんで、また、ちょっと読んでいただきたいと思うんですが、これ、堀家、なんというか、堀家に、吉村担当が立ち寄った際、こうちょっと読みにくいですか、左手読みにくいので、こうちょっと書いてましたので、こうちょっと書いて、ここに選挙が呼ばぬように、門に掲げさせたということで、まあ、これは私が撮影したものちょっと複製ということなんですけども、現物は、吉村太郎の虎から書いた現物は、阿波の里資料館に展示されているそうなんですけども、ただ、天皇から次、本日に持ってみると、中山隆光が、天中に関東はいなかったということです。ということで、この頃からライブファイルが顕在化します。吉村忠太郎や土佐出身者を中心とするグループが、現地で追討軍を相手に徹底抗戦し、純真な心を全うしたい、河内勢や橋本若狭率いる下内勢とともに、まあ、そういった考えのもとに住民を動員して陣地を構築し始めます。一方、中山忠光ら天中に首脳陣は早く南下して、まだ敵の手薄な新宮方面から脱出して、船で四国まで逃れ、長州で再起を図りたいということで、そういった考えのもとにどんどん南に向かって本陣を移動していきます。ということで、かなり天中の中で吉村たちと中山首脳陣との間でだんだん一つのズレが起こっているんですが、ここで追討軍、幕府軍との戦闘が本格化していきます。守護職、松平方信の再三にわたる攻撃催促により、9月初め頃よりようやく幕府軍、紀州藩、津藩などの攻撃が本格化し、現地組はこれに対して野州などのエリア戦で対応し、津藩の部隊を一気に撤退させるなどしましたが、幕府軍は新たに彦根藩兵を投入し、圧倒的な火力、兵力を持って徐々に天地組を追い詰めていく。ということで、だんだん追い詰められていくんですけども、ここで天地組は大変なことをやってしまいます。9月9日、橋本若狭率いる部隊は、下市の彦根藩陣営に野州をかけます。家々に火をつけ回った結果、彦根藩兵らは大混乱に陥り、その結果、幕府軍は翌日実行する総攻撃の延期を余儀なくされたんですが、下市の住民たちは、焼失民家400から500とも言われる大被害を受け、しばらく町は生活できる状態ではなかったという、まあ、本当に大変な被害を下市の方々は被ったということで、この天地の大火と言われるこの野球事件は、まあ、また橋本らはこの前後に寺とかに降下してますので、まあ、先ほど紹介しました、まあ、神社仏閣を焼いてはいけないと文明書に誓っていたんですけども、ここに来て、まあ、破ってしまったという見物はあります。で、原田亀太郎は、一年の戦いで河内勢とともに最前線で奮戦していました。バト隊を率い敵兵を蹴散らしたりとかしてますので、珍しい活躍をしていたんですけれども、本隊に合流しようと本陣へ戻るとまたしても撤退していたということで、
本体は五条から大阪方面で突破するということを考えていたことを諦めて小津川に籠城しようと考えていたらしいです。でこういったたびたび戻ってきては大津川にされるということを繰り返されてきたんで、とうとう原田亀太郎や三森義之助ら河内勢、前線で戦った将兵はもうここでも天柱組と縁を切ろうと宣言をします。離脱を宣言します。で離脱した原田亀太郎たちはこちらはこちらでちょっと悲惨な道をたどっていくことになります。原田亀太郎や三森義之助たちは戸塚川郷士田中主明蔵の家にたどり着くんですけれども、そこで殺されそうになります。どういうことかと言いますと、田中主明蔵自身は天地組に協力した人物で、その当時は天地組の方に出向いていていなかったんですけれども、弟たちは留守を守っていて、非常に天地組の残党が来たということで疎ましい厄介な人たちが来たということで、これをもう一思いに殺してしまおうという結論に至ります。で、騙して獅子鍋を振る舞うかといって、イノシシの肉を小屋に案内して振る舞ったりして、寝静まったところを爆薬を仕掛けて殺してしまおうということにあらかします。で、彼らは命は助かるんですけれども、寝静まったところでいきなり襲われたんで、爆破されそうになったんで、やけどを負って力尽きた彼らはついに和歌山藩への投降を決意します。で、左の写真、文献から撮ってきた写真ですけど、あるんです。ちょっと直接現地で見つけてないんですけれども、原田亀太郎たちがこの、百姓のこれぐらいに一時購入されてまして、あとで幕府に引き渡されることになるんですが、で天柱の方は9月13日十津川郷に着き、激文を送ってさなる記憶を求めたんですが、十津川郷にも追悼命令が届いています。すでに十津川郷にも天柱ではもう直面を受けた軍隊ではないという朝敵であるということがすでに届いていましたので、十津川郷からの返事は離脱状であったということです。天柱組はさらなる協力を求めるんですけれども、追討軍が郷内に攻めてくれば村は蹂躙され、女子供は犠牲になると言われ、9月16日十津川を退去することに決定します。それと前後して、まだ吉村忠太郎たちが前線で戦っているのにもかかわらず、首相中山忠光が一方的に解散宣言を出します。そして天柱には最後を迎えるんですけれども、これもちょっと残念ながらまだ現地には行ってないんですけども、お墓が並んでまして、今の奈良県の東吉野村の藤本先生たちが亡くなったところに墓地が建ってるんですけども、一番左が藤本先生のお墓になるんですが、この最後の末路ですけれども、戸塚を退去した天中に地図、資料の方に地図がありますので、3ページ目の方に見ながら大きく彼を使っていますので、ちょっと食べていきたいんですけども、この地図は奈良県南部を映しているある地図ですけども、この地図の中山忠光一行と書いてあるのが要するに天柱組の本体なんですけども、中山忠光たちは戸塚を隊として、隊士60名、人数100人を率いて脱出を図るんですが、新宿熊野方面への脱出を図るんですけれども、すでに和歌山藩兵に抑えられていたので、
その後山地をさまよって1200メートルクラスの笠捨山や小川峰などの高い山々を越えて峠を隔てどんどん奥へ持っていっています。吉間茶友や松本慶太たちも送ってきます。で、傷が悪化して橋を掘りかかっていたということです。で、この点線の部分、地図で見て、どんどん南からの脱出を諦めて上の方に上がっていくんですけども、小鏡でもこうやって、和鹿口というところに、9月24日ところに着くんですけども、すでにそこには、彦根藩を中心とする幕府軍が、もうあらかじめ、厳重に具合にやってくることを予想して、待ち構えていました。ここで中山忠光が本隊を脱出させるために那須信吾が決死隊を編成し、和歌山半辺の本陣を目指して突っ込んでいきます。で、那須ら決死隊は玉砕します。その隙に中山忠光ら本隊約17名は脱出に成功します。山地をさまよいながら大阪へ向かいます。その後7名と脱落者が続いて7名となった中山たちは9月26日に無事に大阪の長州藩邸にたどり着きます。これが天智門編の約40日間にわたった天智門編の最後になるんですが、で肝心の無事の天聖地たちはどうなったかといいますと、まず吉野太郎は本体をカゴに乗って追っていたんですけども、銃声によって人足先が逃げてしまい、農家などに潜伏していたんですけれども、村人の通報によって駆けつけた、通販部屋によって銃殺されてしまいます。29月25日には両目を失明していた、もともと片目を幼い頃に失明していたそうなんですけれども、戦闘で負傷して両目が失っていた松本慶太、この人も本体と離れて藪に潜んでいるところを銃撃され殺害されます。あと個別に脱出を図った友林光次らも次々に落ち武者狩りに遭い、ある者は殺害され、ある者は捕らえられます。でいよいよ次の手席が最後を迎えます。松本らとはぐれ上鷲田村に来た藤本手席と従者福田元吉は奇襲反兵に発見されます。で、発見した敵兵を切ると、9月25日夕暮れ、2人は兵のひしめく脇本陣日浦屋に突撃を敢行します。敵の隊長が逃げ回ったという記録もあるほど、稲妻のごとく激しく立ち回った2人だったんですけども、結局組み伏せられて壮絶な戦死を遂げます。藤本の海中から軍令書などいくつかの書類が発見されましたが、で、花亀太郎たちはどうなったかといいますと、京都六角獄舎に捕らえられた元大使たちのうち、まず第1回目の処刑が翌文久4年元治元年2月16日に行われた。犠牲となったのは友林光次郎と初めとする19名がまず犠牲になります。で、津藩の東土新七郎らは、彼らは死んなく国のために戦ったということで、何卒寛大な処分をお願いしますと、捕虜を引き渡す際に要求していたんですけれども、残念ながら幕府 の判断で処刑されてしまいます。原田亀太郎にも最後の時が迫ります。第2回目の処刑は元治元年7月20日、また天智組に協力した古藤良左衛門とその従者を含め14名の大使に対して処刑が行われます。これは禁門の変により発生した火災に乗じて国士藩らが逃亡するのを防ぐため、京都の西奉行所滝川播磨守に独断で決定されたものだということです。これには平野国の皆、幾度の変で捕虜になった者たちも含まれています。原田亀太郎は処刑される
以前に危機一十郎宛に遺書をしたためています、資料の10ページにその遺書もう私が手書きで一生懸命写したものなんですけど、ちょっと時間を追ってますけど説明できません。神田亀太郎の結晶、あの10ページ目に手書きで書いたんですけど、去年中山二十郎の天使の御ために大和にて異兵を、挙げ候、私もお召しに預かり候ゆえお味方に愛なり候心配軍に及び私はじめ大勢下取りに愛なり候京極中にて2月以来きかきか死刑に愛なり候えば私、近々同様と存じ候の誠に今年で父母の莫大のご恩、工夫また私、文学資料につき、この上もなきご心配を相かけ、一日もご安心を、私の父母の打ち目に合わせ立てまつり、重々の功に候を。しかれどもこの度のことは天使の御ためと存し死にちょっと読めないんですけど僧侶ゆえ一応の罪は五年公務に、下し僧侶弟兵に妹ともに、親に功を尽くし兄弟もつましく愛僧侶と、公務に仰せつけ候を、願い立てまくる候お父様亀太郎牧長にて臨むということですけれども、まあ、こういった遺書をしたため、まああのまあ、自分は中山原光様 の、 あの誘いによって、まあ、徴兵したんだけども、まあ、負けてしまったと。しかし自分も死刑になることは覚悟しています。お父様にまず今文学修理に流していただいたりしたのに今あの不幸な目に合わせて申し訳ありませんという内容だと思うんですが、あの、まあ、何とぞ、まあ、将来何らかのつまじく親孝行をお願いしますということを最後に述べているんですけども、まあ、まあちょっともうあと2時間4分ほどになってしまったんですが、あのこの改めてちょっと最後に原田亀太郎の生涯を振り返ってみたいと思うんですけれども、原田亀太郎は天保8年1837年備中松山藩新町高橋市のタバコ屋原田一十郎の長男として生まれます。藩の大院所で新正一郎に、まあ、この人山田方向の弟子の新光景だったと思うんですが、新正一郎に指示し助教を務めるようになります。まあ、教師というのも庶民のための学問書を山田方向が整理したというのと聞いているんですけども、まあ、高橋藩の恩恵ある意味教育の環境の中で育って、安政元年1854年に江戸に留学し父親蔵に入門、帰国後、藩主板倉勝清にその才能を認められ、藩主に準ずる資格を与えられる。備中倉敷の森田節斎に入門したあたりから運命が動き始めます。尊王攘夷の道へ入っていきます。尊王攘夷思想に目覚めた亀太郎は、交友のあった坂田郎子を工場会に訪ねたとき、そこで手にした五層万筆、ウォータムゴスパー長を読んで藩を出る決心をしたことが考えられています。人なる者は衆を善行の透明なりの箇所が影響したものとみられます。森田節斎の終戦があったとみられるが、大和の従者谷三山に指示し、さらに伏見の行政に義中から剣を学んでいきます。その間、京、大阪、大和の志士たちと交流を深め、そして天中日に参加します。ということで、まあ、まあ、この遺書からも大変、まあ、辛い
親に対して申し訳ないということを言ってるんですけども、まあ、こういったあの天、まあ、原田姫太郎のことをはじめとした天地埋の事件から言えることというのはあのなかなかまとめにくいんですけど、あの、まあ、私なりのまとめなんですが、あの、まあ、天地埋はあの身分や藩の枠を超えたネットワークに集まったいわゆる総合復帰の志士たちの体現だと思います。まあ、江戸工事の藩の枠を超え日本を意識していった江戸工事の社会状況の一つの表れだと思います。ある意味、まあ、あの机上の空論に甘んじることなく運動の先頭に立って倒れたとは思います。だが徒兵に乗り彼らを待っていた評価は弱賊朝廷の汚名であり、特にあの副大大名である佐幕藩の備中松山藩では原田亀太郎の遺族に対する周囲の目は冷たかったと言われています。ただ明治などと一転彼らは英霊英雄として祀られ、あの靖国神社にもあの供されますし、まあ戦まあいいんですけど、まあ戦中はまあ航空士官の影響もあって、まあ、まあ文門の誉れとして称えられたと、あの戦後のために利用した面はあると思います。ただ戦後再びまたあの暴挙と見なされるようになったと言われています。ということで、まあ、なってしまったんですけども、あの最後にあのこの十津川郷士現地に加わった野崎亀太郎の最後をちょっと見ていきますが、十津川郷士と現地海との間で板挟みになった野崎亀太郎は、全て責任は我が身であると遺書と自省を残して9月24日カップ印刷しています。あの2首歌を起こしているんですけども、太鼓に使えぞ祭るその日より我が身ありと思わざるざりけり、でもう一つ私があの心を歌ってあの肝に銘じなければならない、あの声に伝わらなければならないと思っているのが2つ目の歌なんですけども、打つ人も打たれる人も殺せよ同じ御国にお民なりせば、まあ戦っているのは同じ日本人なんだと、日本人同士が戦っているのが、あの殺し合いしての悲しいという意味だ、意味につながるあの歌だと私は解釈しているんですけども、まあ、やっぱりまあこういう、まあ、刺激から、まあ、私たちは学んでいくべきだなと改めて思った次第です。ちょっと何時間来てしまったんですけども、あの、まあ、来ていただきますと、長時間になったんですけども、ご清聴ありがとうございました。時間来たんですけど、特にご質問とか、はい、どっちよろしいですか。6ページのこの新聞、読売新聞の本なんですけど、ここにあの日の丸最古、日本最古の日の丸というのがあるんですけど、あの五代の天皇の時代にはその日食いわゆる日の丸とは私はまだなかったと、まあ、思うんですけども、あの結局は島津成明が編集してですね、あのヘビが来航してから日食いがあったかなかったかおかしいということで出てきたんだと思います。これはあの今あの時代の話が非常にあの参考になったのは、この時代やはり倉敷のあの役についと相重なるものがある。